先端さん目線ってどこで追ってますか？砂溜めさんと鈴音さん、私もそれで追っちゃってますね。それで追ってるんだ。え、砂溜めさん、砂溜めさんと鈴音さん、自分でよ。くる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 メイト、お部屋探しはくるメイト。青水色、やっと勝てた。ありがとうございます。負けた。やっと勝てた。イエス。素晴らしい。ゲンさんですか？イエス。言っちゃうんですよね。いや、つい言っちゃいます。ついやっぱ言っちゃいますよ、ね。でも多分ここのイエスあんま強くないですけどね。ただサントスさんとのビーチフラッグに勝ったみたいな、そんなレベルの話なんで、ね。ビーチフラッグ敗北しました。うおーってなってただけなんで。私のやつカパって開いてなかったんで、あと1だったんで、ジングジグージさんが叩き割ったんで、不法です。なるほど。不法ってはそんなどっかの誰かみたいに筋肉ないですよ。部屋主特権。部屋主特権。部屋主特権でいい、そんなことないですよ。部屋主でしたっけ ?2 秒早い。部屋主です、ジングジさん。部屋主。いや、そんなことしてないですよ。不正です。オラオラ、ニチパチパグチグチチパ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 チ倒してくれたらありがたいな。オレンジ、ありがとうございます。そっか、多分30秒ちょい超えてると思ったんだけどな。あ、いい感じだと思います。30秒ちょいだと思います。時計おじさんから承認が出ました。そう、レプチンさんがすごく白いなと思いました。え、なんですか？宿舎前のダウンロード私やったんですね、ご一緒して。はいはいはい。そこすごく感度が悪いんですよ、ね。そうですよね。あ、出た。すごく微調整されてたので。あ、してました。ちょっとフルっぽいなと思いました。はい、まあでもレプチンさんからはゲンさん真っ黒ですよね。いや、そんなことないです。確かに。私はあんまり、私割とピッてすぐ決まったんでよかったんですけど。あ、じゃあ黒ですね。じゃあ黒です。じゃあ黒ですね。あれは難しい。うん。なんか。ちょっと爆弾ですかね。巻きませんか。あ、すみません、すみません。はい。じゃあ、巻きませんか。巻いていきましょう。巻き。巻きちゃん。巻きちゃん。キッチン。青ピンク。違う。違う。トゥメロース、ピンク、青、赤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 。ピンク、青、赤、黄緑。あ、死んでる。ダブルだ。ゲンさんがレポートしてる。ゲンさんがレポートしてる。ダブルキルですよね、おそらく。うんうんうん、時間的にも絶対ダブルですよね。うん、まあ、一人にキルはないと思います。うん、なので、ゲンさん、レプチンさんのどちらかの目撃情報を持ってる方いれば。はい、誰かお願いします。さん展望デッキの方多分行ってると思いますよ。多分だけど。停電直した人誰ですか？で、神宮寺です。神宮寺貨物で停電直します。はい、僕も同じく。ドズルさんもいました。なんで展望デッキ方面だと、砂鮫さん、神宮寺さん、ドズル、スナッパイさんは、右側いました。レプチンさんのレポートだから、もう全部、キッチンとか展望とか武器庫あたりだと。はい、ああ、違う。キッチン脇で、いなかったよな。リンさんと最後宿舎前で会ってるけど、
レプチンさん武器庫からキッチンの方に来てます。最初手巻きが整理します。ピンク、青、黒がキッチンで、はい、で武器庫で、サントスさんと、下のタスクをしてる時にレプチンさんが上からキッチンの方に行ってました。あ、そうなんだ。一体。あ、ごめんなさい。ミュートで喋ってた。あのゲンさん初手アーカイブ脇なんですよ。じゃあ中間ぐらいかな。で、センタンがその展望デッキに行ったっていうのはどの情報ですか？分かんないです。行ったのかなと思った。停電もあったから、まあ普通は向かうだろうなという、キッチン周りにいればという予測のもと。なるほど。はい。ただ、ゲンさんがアーカイブなのであれば、セキュリティとか電気とかまで、レプチンさん行ってるかもしれないですね。うん。サントスさんは無理です。で、私視点、リンさんが無理かな。うん、リンさん、どこに行ったんですか、リンさん。リンさんは金庫の方から来て宿舎前通路で私と合流しているので。合流してなくないですか、はい、エンジンからコミュニティ行ったの見ましたよ。サントスさん、あ、そかそかそか、そうそう。サントスさんが先に行ったのか、はい、僕エンジン残して。そうそう。リンさんはサントスさんに白出せる感じですか？センターさんとの情報を合わせればじゃない。リンさん視点だけだと無理だと思うけど。じゃあこれ鈴音さんが確定になるんですか？いや、キッチンセキュリティで電気メインまで私行って、そこの間はいなかったですね。あ、じゃあそこら辺に切るか。釣り順間違えなければ3人、あ、僕まで白取れてるのかな、分かんないけど、ロラで勝てるけど。はい、はい、ありがとうございます。サントスさんの情報とリンさんとエンジンとコミュで、あ、じゃあすれ違ってないわ。僕がエンジンの左上のタスクしてるときにリンさんの名前が、エンジンからコミュの方に向かいましたね。それを見てます。あの武器庫に入ってます。はい、見ました。僕、あ、見ました。あのエンジンの一番左のタスクのところ、はい、そこも見合ってるなら、サントス先端リンが複数その組み合わせの情報で結構厳しいことになるかなっていう。鈴音さん、サントス鈴音センターに2ローってことですよね。リンさんが金庫の弁当から飛んで展望でやってるとか難しいんですか？いやでも今回の多分ハンコイチってエンジンルームとかメインホールあたりで多分ダブル級なんじゃないですか？いや、エンジンではないと思います。メインだと思いますよ多分。うん、確かにメインにはいるんですけど、うん、逆に、でもそうか、 逆に言うとリンさんがメインでレプチンさんをやっていて、でそこから左に抜けていてセンターさんを視認できているだけで、サントスさんが金庫から来るのを見てるので、リンさんが、うん、ああ、そういうことか。はい、直前です。はい、でその後できるかなと思ったんですけど、うん、センターさんとエンジンの左で見合ってるって話であれば、その複数の情報を表して難しそうだなっていう印象です。ドズルさん、砂溜さんが白なのは貨物の方面に砂溜さんいましたっけ？はい、砂溜さん最終シャワー室でご一緒しております。あ、ですです、一緒でした、ドズルさんと。はい、なんで、死体位置が展望デッキの時は白って言ってたんですけれども、うん、メインとかだったら可能だと思います。あ、ただ最終位置がシャワー室のあたりなんで。いや、ただ貨物で僕砂溜さん見てます。はい、貨物でも見てます。停電後え、あ、停電後ですね。はい、でシャワーにもういるんですか、砂溜さん。シャワーに上通ってないですよね。いや、上通りましたよ。おやおや、今何を疑ってます、ジングさん。この疑ってるポイント言ってくれれば私答えます。経路が早くないですか、シャワーまで行けるの。まあ行きましたとしか言えないですね。左側の話をしたので、右側の話を教えてほしいから。ごめんなさい、神宮寺さんがマジ何を疑問に思ってるのか。ごめんなさい、弁当ってことでしょ。そうです。しゅ、間に合い、みやー。あ、ちょっとだけ喋らせてください、すいません。じゃあ神宮寺さんに向けて喋ります。貨物室で沸きました。で、私が侵入したのが貨物室で、ドズルさんと神宮寺さんです。で、停電が起こったあたりで、
私貨物室の近くにいたんで貨物室の停電直そうと思ったらすでに直してる誰かがいました。多分それが神宮寺さんです、はい、でその後ラウンジアーカイブシャワー室っていう経路です。でラウンジあたりでスナパイさんあたりと出会ったのかな確か。いや貨物の中ですね。あ貨物の中かっていう流れだから、あの停電の後に私もそのシャワー室に向かったらたどり着く時間はあったと思う。砂鍋さん僕見てますか。多分どっかで見てます。でごめんなさい、それがアーカイブだったかどうかがちょっと覚えてないです。多分タスクやってたから神宮さん見えなかったとかそういうことですかね。話を照合すると右方向、あどうぞどうぞ。あ僕が前を走っているので、はい、今の話だと砂鍋さんと神宮寺はトイレ前ですれ違っているので、はい、砂鍋さんも見ています。そうですよね。だから僕とドズーさんの後ろに砂鍋さんがいることになっていて、かつ僕の新情報があるかないかが分かんなかったので、で、はいはい、僕はドズーさんまでは確認できているんですけど、シャワー室に入っているアーカイブから入っている砂鍋さんを確認できていなかったので、ってことは前を走ってたんじゃないですかね、時系列的に。いや、それは僕が多分全員にすれ違ってるから言えるんですけど、トイレ前で神宮寺さんとドズーさんが停電をおそらく貨物で直した後向かっているんだろうなっていう2人とすれ違い、はい、その後僕が貨物に入った時に貨物に砂鍋さんがおられました。あじゃあ、はい、神宮さんに質問です。アーカイブとかでタスクやりました。やりました。あじゃあアーカイブ右上ダウンロードやっています。あじゃあその後ろ走ってるんじゃないですかねが私の今のすれ違いの予想です。多分これの、うん、そのための白白殴り合いかなと思ってます。はい、はい、インポスターでもクルーでも多分荒れてそうですね。サントさんは右側の情報だいぶ出たけどこれでどう、もうちょっと、誰が不可能そうなのか教えてほしい。そう、それをその結論を、不可能そうなの。砂亀、砂パイ、ドズル、神宮寺。ん？で、あと、リンさんも全員が無理なんですか？右側全員無理なんですか？砂亀さん目線。はい、無理です。あ、他の人から見て砂亀さんは？ん？あいやいや、他の人3人から見て砂亀さんがどうですかっていう質問。さっきのサントスさんの話でもしメインやエンジンで死体が発生しているなら、うん、省けないと思いますね。おーい、うん、まあいいや、多分ゴラスは怖いってなりそうだし合わせよう。砂鍋さんじゃない人に聞きたいんですけど、はい、右側で難しそうな人は誰ですか。はい、ドズル目線結論から言います。神宮寺さん無理です。砂パイさん、砂鍋さん、かなり確率低いと思います。以上です。うん。砂パイさん視点はどうですか。僕が見た人っていうのが神宮寺さんとドズルさんと砂鍋さんと初手脇の源さんだけですね。で、砂鍋さんが、神宮寺さんとドズルさんがアーカイブ方面に走り去った後に貨物室でお会いしていて、その後砂鍋さんが上行ったか下行ったかは僕は見ていません。ただシャワー室で目撃を砂鍋さんを目撃されているんであればおそらく上から行ったんじゃないか、もしくは弁当で移動したんじゃないかの2択かなと思っています。はい、僕目線端的に話す と、砂鍋さんが最終最後左側から、僕がシャワー室の右側 の、 あの覚え芸を入力する近くにいたんですけれども、砂鍋さんが左から来てるのを見ています。左、だからアーカイブから来たかメインから来たか分かんないってことですか。分かんないですけど、ただ、停電後にスナパイさんに目撃されて弁当で移動してキルを取って、ね、そのパターンはありえるっていうのは言っておきます。っていうのは僕は貨物に入ってスナザメさんを、覚え芸のところら辺で目視した後、僕はそのままあのずっと金庫やってるんで、あその後じゃあありえる、ありえます。はい、分かりません。分かりました。はい、ごめんなさい、私1個思考のパターンで考慮もらえました。センタンさんとリンさんがエンジン左コミュニケーションの前だけ存在はします。一応パターンとして、すいません。その結論で誰かが今の容疑の黒白が変わるんですか、サントスさん、その考慮漏れで。いや、ありえるパターンの漏れがあったっていうだけなんで、うん、あの、スナパイさんが、貨物でゲンさんを見てるっていうのが真であれば、ゲンさんが僕たちとすれ違ってないので、電気室だったり、セキュリティだったり、メインだったりが、多分ゲンさんが最後死んでるところだと思います。あ、いましたアーカイブです、ゲンさんが湧いたのは。で、その後、動きはしてません。
じゃあドズルさん、スナパイさん、神宮寺さん、リンさんがもう白目っていうので合ってます。砂ザメはグレーだ。大丈夫ですかそれで。あ、まあ、はい、先端リンの二郎じゃなければそうですね。それだけ一応存在しちゃうのでっていう。はい、はい、まあ保留になるよな。どっちにしてもスズネさんはなんかほぼほぼ黒な気ですけどな。てか、まあ、ちょっと微妙かなと思ったから言わなかったけど、ゲインさんがレポート瞬間した瞬間キリされてるんだったら、スナザメさんはドズルさんに目撃されてることから無理だから、サントスさんの言うように僕とリンさんだったらあり得るけどってなると、もう確定黒だと思うけど、スズネさんが、スズネさんがゲインさんキリをしてるはずで、スナザメさんがレプチンさんのキルをしてて、それをバレないようにスズネさんがカバーでキルしたとかならありえるかな。なんかそれが濃厚な気がするかな。他でもなんかお互い可能性低いっていうのは何だろうね。さんが時間系的に憶測でしかないからな、死体場所は。うん、リンさん、ありがとうございます。リンさん、お方の二郎は否定されましたね。ああ、これ否定されたね。オッケーオッケーオッケー。あとは僕も白ですね。はい、カメラでね、エンジンのところを左から右に走っていく順で、水色、黄色、紫、オレンジの順で左から右に走っていったので、ちょっとすみません、殺害とは関わってないですけれども、カメラ情報は一応ありますって感じです。コミュニケーション直した時にリンさんが、コミュニケーションの近くの通路にいました。でその後武器庫方面に行きました。で砂ザメがその後コックピット行ってみたら、展望位置キッチン位置だったような気がします。最後まで見てました。だから多分展望かキッチンあたりがリンさんの死体かなと思ってます。砂目線です。はい、ドズル、リンさんとスズネさんが武器庫方面に行くのを見ています。コミュ5です。はい、でその後そこ私コックピットに行って、コックピットでタスクをした後出てくときに砂目さんとすれ違ってる。ああ、そうですね。あ、スズネさん目線のリンさん目撃はないってことですか。はい、武器庫のところの最初の私2つのところでもう終わったので、コックピット行って、そこでもう別れちゃってるので、その後は見てないです。コミュ前に多分6人か7人ぐらい大集合したじゃないですか。はいはい。でその後僕が多分一番最初にコックピットの扉開けて中入って、中には誰もおらずで当然なんですけど、でリングフィットだけやった後すぐ外出てった時に、砂ザメさんがコックピット入っていくのは見えたような気がします。そうですね、まあだから私の展望デッキの弁当も多分疑われると思うんで、もう先端さんの白が拾えるんだったら、私サントスさんのローラーでもいいかなと思っちゃってます。なんでスズネさんじゃないの？なんでスズネさんじゃないの？リンさんの、待って、リンさんが死んでセンタンさんが、センタンさん、リンさんの二郎がなくなったんだから、スズネさんが確実にキルに関わってないとおかしい気するんだろう。おそらくだけど、もし武器庫に抜けたっていうドズルさんの証言を元にしたとき、セキュリティで死んでた場合、サントスさんの可能性はあると思いますけど。誰入れます？でもちなみに最後、関わらないですよ、最初的に。女性室で、はい、ドズルさんが、シャワー浴びてるところを見てます、カメラ見たら。あ、ごめんなさい、私とも頭働いてないわ、すいません。ちゃんと探してください。あ、ダウンロード終わってたのか。ちょっと開けとこう。オレンジ、どうなってんだろうな。つなざめさんしかありえないだよね、右の人の情報によると。スズネ、スナザメ、いやー、ドサキルだ。左下の配電盤前で4人いて、
私最後に来たんですけれども、スナパイさん、スナパイさん、スナザメさん、私、スズルさんで合ってる。紫かな、わかんない。俺はいました。でもセンターさんの白を拾えてるんだったら、もう私とサントスさんのいらっしゃっていいんじゃないですかね。あれ、あのサントスさん、スナザメ、スズネの3人の中に2色いるがもう村の総意だと思っちゃってるんですけど。え？あれ違います。ごめんなさい、頭さらえてないかも。ね、一応。はい、とんでもなく薄い可能性としてスナパイがあるんですよね。薄いけどあるって確かドズルさんの視点ではあるって言ってて、うん、あ、そうなんですね。 で一応僕の方の証言をもう一回ちゃんと洗い直すと、あのゲンさんと僕がアーカイブで湧いたんですよ。ゲンさんが死んだ日ね、うん、あのダブルキルの日ね。で、うん、ゲンさんは、ラウンジ側に来ていません。それは、神宮寺さんとドズルさんがトイレに来てた時に見ていないはずです、はい、で貨物にいたであろう砂ザメさんもゲンさんは見てませんよね。僕も見てません。はい。つまりゲンさんは必ずメインホール側に向かっていってるはずなんですね。うん。だから下位置は半分より左なんです。ここまでは大丈夫ですか？多分メインじゃないの。スズメさんが多分一郎だったから。うん。メインじゃないと思いますけど。先端さん目線ってどこで追ってますか？スナザメさんとスズメさん。うんうん、私もそれで追っちゃってますね。それで追ってるんだ。え、砂ザメさん、自分よ、自分でよ、砂ザメさんとスズネさんって言ってよ、今。それを追ってるって、自白になっちゃう。砂ザメさんとスズネさんの3人のうち2郎って言ってる、ね。そういうことか。砂ザメさん。じゃあ、2郎追ってます。あの、砂ザメさんとスズネさんの。あ、じゃあ、多分今、砂ザメさんとスズネさんって言うと、間にサントスさんが入っちゃう。あ、サントスが3、ちょ、購入しないで、ちょっと。ああ、まあ全然私はちょっとサントスさんを疑っちゃってるんで、まあそこまで言ってくれれば大丈夫でございます。そうか、砂ザメさんとスズネさんか。そうか、なるほど、元にします。違うな、バチバチラインあったと思ったけど、あれどうなってんだ、時間差。スネさんが嘘ついてて、サントスさんが聞く、いや、できないよな。あ、ちょっと待ってな、神宮寺さんからスナパイさん白拾えてんの？誰もボタン押せない、もしかして。スナパイさん押してたな。神宮寺さん押してたっけ。やった方がいいのかな、ちょっとむずいな判断。でもせないのか。サントスさん無理だと思うけどな。あれ、なんか視点漏れあるか。だいぶ前にやってる。サントスさん気にしてる。スクエリ行かないと。スクワってんのかな。サンタさんかなのか。みんな終わってんのかな。
誰なんだ。スナパイさん。あそこ張ってんのかなこれ。行ってもいいのかなこれ。助けに行きたいんだけど終わってるっぽいよな。ちょっとサントさんに来てほしい。全然来ないじゃん。来て。自分はい、左側の直すところで神宮寺さんが死んでます。はあ、誰もボタンなかったんだね、あれ。うん。はい、二択ですね。スナパイさんになるかな。ドサクルがそもそも起こった時に、あれ？ドサキル分かんなかったな、ごめんなさい。4人ちょうど酔ってたな。いやー、センターさん繊細すぎる。でも分かったんですか、完全に。いやー、すごめんなさい、完全に思考録してます。サントさんも隠しろなんで、うん、僕とサントさんもずっとお互い隠しろだったんで、あ、そっかそっか。リンさんが死んだ瞬間にそうなるんですよね。申し訳ないです。あ、そっかそっか。レプチンさんを私がセキュリティで発見し、発見と同時にスナパイさんに切られた。あ、セキュリティなんだ。そうです。だから全然メインじゃないんですよ、ね。発見と同時に、発見と同時にスナパイさんに切られています。で、私が行った時にはすでにお肉はもう一個転がっていて、周りは誰もおられませんでした。っていう感じです。最初センターさんがキッチンの方抜けてったって言ったんで、やっぱメインの方とかじゃなかったんですよ。僕の死体が。キッチンの方行ってたんで。で、リスさんに殺された後に、スナパイさんとゲンさんが来たんで、よかった、これは安心だと思ったら、スナパイさんがゲンさん様でバッて。なるほどね。剣が超直近キルなので、そこをなんか中心に洗えばいいかなと思いつつ聞いてたんですけど、うん、多分脇位置が、ね、いや脇位置が2人とも逆だから、2人にしたい近いなら中間地点っていう読みでメインかなっていう考えだったんですよ。ちょっとすいません、思考は全然それで、うん、うん、ああそうか、先端さんからごめんなさい、サンドさんの白出してたんですね。それが全然私多分拾えてなかったというか、いや大丈夫じゃなかったですね。すごい、いや難しい言い方で、私から、はい、あとリンさんとセンターさんの情報を合わせて白になるみたいな感じなんですよ。で組み合わせの白だったので、リンさんが死んだことによって白くなったって感じです。リンさん死ぬまではそうじゃないんですけども、リンさんが死んだ、あそこから白くなったって感じですね。ああそうなんですね。あれでリンさんが死んで白くなるのがセンターさんだけかなと思っちゃってて、私。僕、あ、そうです。客観目線はそうだけど、僕目線はサントスさんもリンさんも関わらないんで、ずっと。うん。
と説明が分かりにくくて、組み合わせでの白出しだったんで分かりにくくて、すいません、ちょっと。いや、めちゃめちゃ熱い試合でしたよ。やばかったの、どうしたもんかなと思って。誰が残ってたんですか？僕です。あ、よかった、マジか残ってたの。あ、よかった、行かなくて。いや、そう、いや、私、タスク3つあるから、絶対タスク勝ちできないなと思って。そうなんだ、そう。そうそう、僕も金庫ミーティングアーカイブだったんで、あ、これ積んだと思って。はい、はい、あの、ラウンジか、ラウンジだったね。あ、だから絶対、しんどいよ、あれは。僕だけかと思ってた、ずっと。スナパイさんとケンさんってどこで合流したんですか？さ、だからセキュリティですね。セキュリティですもん。あ、もう入った瞬間に合流して切るみたいな。はい、あ、なるほど。多分だから僕とドトルさんがラウンジですれ違ったその先に多分エレクトリからセキュリティにスナパイさんが抜けてるんですよね。はいはいはい、はい。走ってってことか。うわー、きつかったな。先端さんが死んだ方が、神宮寺さんを一通にした方がまだ戦えたか。戦えたのがあったんですけど、でも私レポートをしちゃってるんで、レポートしないよな、2キルかけるよなっていうのはあるかなって思いますけど、うんうんうん、そっか、僕が死んだ方が目線がスッキリすると思って誰よりも前に立ってたんですけど、あ、ナイス、あ、めっちゃファインプレーです、それファインプレーです、そうそうそう、絶対僕が死んだ方がいいと思ってなんか前に立ってた、センターさんは多分それを意識して僕の後ろに意識をしてくれてた感じだし、面白いゲームでした。面白いゲームでした。いや、面白かったですね。面白かった。面白かったですね。しびれたな、最後。しびれ、難しかったですね。難しかったですね。砂ザメさんと鈴音さんがちょっと完全に聞き間違えちゃいました。あれ面白いですね。砂ザメさんと鈴音さんって言ったら、砂ザメさんと鈴音さん。砂ザメさんと鈴音さん。その通り、その通りと思いながら、確かに。なんかサントさんが間に入ってるっていうね、日本語の。サント。面白かった。面白いな、しびれたな。スナパイさんの土先のところに私が行かなきゃよかったな、結果論だけど。行っちゃったから紛らわしくなっちゃったな。そうですね、私、あの時ちょっと死にたがっちゃってたんですよね。なんか自分が絶対死んだ方がすげえスッキリするだろうなと思って。あ、世代差だったのかもしれないですね。で危険位置に行ったらたまたまそこにサントさんもいちゃったっていうことで、スラザメさんなんか右の人全員隠しろみたいなのがずっと言ってて、そうなんな、何言ってんだこの人だと思って頭が働いてないって言って、あ、そういうことかと思って、いや単純にそのなんかすれ違った位置、スナパイさんとすれ違った位置が結構ラウンジか貨物室の端っこだったなみたいな記憶がずっとあったんですよね。うん、でそこからあんまり時間が経ってないうちになんかキルが起こって、でなんか話的にキッチン脇周辺の人が怪しいのかなってなると、うんうんうん、だいぶドズル、神宮寺、スナパイはだいぶ厳しめな位置だなから入っちゃいました、自分の頭のフェリとして、はいはい、まあ、一番最初に出た情報が確かにあの展望デッキで死んでると思いますだったんで、右側は結構そうですね、薄いのかなと思っちゃいました。はい、じゃあセキュリティまでスナパイさん行けたんですね。そうですね、すごいな、行きました。エレクトリカルで右往左往をしてるスズメさんを通り越してゲンさんを追っかけて殺しました。どこに行こうと思って、そしたらあ、ゲンさん行ったと思ったらスナパイさんやってくれたんだ。なるほど、でも魂のボタンでしたね、ゲンさんの、うん、確かに魂のね、西隊が近い位置にあるっていう情報はめちゃくちゃ推理しやすいので、すごいありがたいですね。もう繰り返しになりますけど、多分超直近っていうのが多分最初に洗った方が、そうでしたね、楽な推理になったかなって。そうでしたね、確かに、うん、あ、確かに確かに、か死体とレポと一緒だっていう、だから超直近で考えて、うん、ダブルキルの方を先に皆さんこう終われた、ね、そうなんですよね、確かにそうでしたね、トークテーマ超直近キルだからこの位置は無理みたいな、あ、そうか、超直近だったら自分白くなれたのか、そうさ、砂波さん全然なかったですね、だからそれが今一緒にいる人たちは元キルには関われませんみたいな感じ、あ、でも一応砂波さんがメインの方から来たって言ってたの、僕が思い描いたのは鈴音さんが原産をキルして、で砂波さんがレプチナをキルしてて、うん、あ、そう、あ、そう、確かに、そうそうそう、あれが成り立つから、そう、同じことを考えてました、そうそう、実際時間差キルです、うん、だ初手キル、初手キル、スナザメさん、一瞬だけマイクループします、ごめんなさい、一瞬だけマイクループします、はい、初手キルがそうでしたね、なんかセンターさんと同じ思考でしたね、それを、だから聞いたんですけど、うんうんうん、ダブルキルだって言ったのは僕です、ね、そう、だからダブルキルっぽくでも見えちゃうんですよね、ああいう見つかり方すると、うん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 、完全に浮いてるのがあの時だから、スナパイさんとスズネさんぐらいしか多分そうですね、うんうんうん、冷静に考えるとそうだな、そこを決めれたらよかった、ね、そっか、そう、おっしゃる通りですね、
すげえな、すげえシェルトな。最後ヌーンをサントスさんじゃなくて僕が使えばよかったんですね。あ、サントスさんのヌーン選挙強かったですね。そうそうそう、多分インポスターに好きに使われるのが一番嫌だから選挙で、はいはいはい、選挙するとリアクター右と停電と2個ケアができるので、うん、でかつ、うんうんうん、死ぬなら一応私がまあさセンターさん目線は白いけどセンターさんが死んじゃった時にサントススナッパイが悩むから、まあ、死ぬなら私だろうっていうので、うん、はい、うんうんうん、選挙します。いや面白かったな、ドキドキした、面白かったです、ドキドキしましたドキドキした